今回は新大久保にあるカフェビンゴというお店を紹介したいと思います。このお店ね、ソウルのホンデにもあるお店のチェーン店です。それでは早速中に入っていきましょう。ここのビンゴっていうお店の名前の由来は、ピンスのピンと子グマ、さつまいものゴを取ってカフェビンゴっていうんですけど、まあ、その通りパッピンスも種類がいっぱいあるし、あと子グマ、この私が大好きな今回食べるさつまいものデザートもあるんです。さつまいもデザートがこんな感じで、上にチーズとか、あと甘いメープルバターだったりとか、ベーコンとねクリームチーズ乗ってたりとか、私はこのさつまいもデザートがめちゃくちゃ好きなんですけど、あのビンスも有名なんですよ。ここ、こんな感じ、美味しそうでしょ。でも今回はここでしか食べられないさつまいもデザートを食べたいと思います。来ました、今回食べるのがこちら、焼きさつまいものメープルハニー味です。すっごい甘いとろけるさつまいもにメープルシロップと蜂蜜かな、ちょっと甘いソースと、あとアーモンドスライス、上にちょっとクランベリーみたいなのも乗ってます。スプーンでね、さつまいもをこうやってすくって食べるんだけど、めっちゃくちゃ甘くて美味しいんですよね。あ、で上にかかってる白っぽいのはチーズかな、あのパルメザンチーズ、ナポリタンとかにかけるようなチーズがちょっとかかってて、甘じょっぱくて美味しいです。このさつまいもがスイートポテトみたいにめちゃくちゃ甘くて、もう下の方とかにね、さつまいもの蜜が溜まってたりとかするんですよ。でこれにメープルシロップとかが絡んで超美味しいんですよね。あの店内が結構混んでて、みんな友達とかと来てて、一人で来てる人はねいなかったんで、結構片身狭い思いで静かに食べました。このカフェはなかなか一人で行くのは寂しい思いをするかもしれないです。でもこの焼きさつまいもがとっても美味しいのでおすすめです。暑いからね、フーフーして食べてください。はい、というわけで、なんとなんともう1個食べてしまいました。それぐらい美味しいんだよね。これ今度はね、チーズが乗ってるやつを注文しちゃいました。わあ、もう見るからに美味しそう。はい、こちらが焼きさつまいものチーズです。すごいチーズがこんな感じでとろけて伸びます。もうさつまいもとチーズの組み合わせって最高だと思うんだよね。こちらも結構ね、サイズがずっしりあるし、さつまいも自体も結構お腹いっぱいになるんだけど、チーズが乗ってるから本当にお食事代わりになるぐらいな、ずっしりめのしっかりしたおやつです。でこれ最初に書いた通り、韓国の値段が約2倍って書いたんですけど、これ韓国だと5000ウォンで売ってるものなんですよ。でもここだと900円だから、もうだいたい2倍ぐらいするんだけど、ちょっとお高いんだけど、でも美味しいからね、ぜひ食べてもらいたいです。このさつまいもがね、とろけるぐらい甘いんだよね。多分時間をかけてじっくり温めてるから、さつまいも自体が結構滑らかで柔らかくて蜜が出てるさつまいもなんですよね。そこにしょっぱいチーズと相まって本当に美味しい。みんなあんまりここで焼きさつまいも食べないのかな。結構インスタグラムとかで検索したら、パッピンスとかワッフル食べてる方が多かったんですよね。私おすすめっていうか、韓国でこのお店行った時も大体焼きさつまいも食べたんですけど、美味しいんだけどな、やっぱ値段かな。焼きさつまいもに900円はまあ高
高いかな。でも量も結構あるしな。はい、おすすめなのでよかったら食べてみてください。ちなみに平日の昼間でも結構混んでました。私早い時間に行ったから最初は空いてたんですけど、もう食べてるうちにどんどん混んできて満席になっちゃって、で大体4人組とかね、グループでみんな来てワイワイ食べてる人も多かったです。お持ち帰りもできるから、もし密を避けたいなって人とかはこのさつまいもテイクアウトしてお家で楽しむのもいいかもしれないです。あと1人ワンオーダーなので、席で食べる場合は必ず1品注文する必要があります。でこちらのカフェは Wi-Fi ももちろんあるので、友達とね YouTube 見ながら K-POP のお話とかするのにもぴったりなんじゃないでしょうか。はい、というわけでビンゴでさつまいもを食べてきました。普通は2個食べないです。私もう1個食べれそうだなと思って2個頼んだけど、めちゃくちゃお腹いっぱいになります。で味は甘いやつもあるし、私が食べたちょっとチーズのってしょっぱいお食事系のやつもあって、両方すごく美味しいです。みんな結構ねパッピンスとかワッフル頼んでる人が多かったんだけど、私韓国に行った時からそのさつまいものやつが好きだったんで、今回さつまいものやつ注文してみました。でもね見た感じ他のやつもね結構美味しそうだったし、すごい席もいっぱいで人気があるお店みたいですね。もしよかったら皆さん行ってみてください。新大久保の駅のすぐ近くにあるカフェビンゴっていうお店です。はい、それでは今日はこんな感じです。この動画が面白かったよという方はいいねとチャンネル登録、よかったらインスタのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。